い、どうもひろでございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ピルロ獲得しましたでしょうか。僕はですねピルロ獲得を目指して、やりましたけども、あのガチャを、先に応援が当たりアンコレルが当たりピルロと、約130回、やりました。はい、ということで、今日はこの3人レベマの模様を見ていただければなと思います。まずピルロなんですけども、こんな感じでございます。ショートカウンター90まで上げております。もうあのレベマにしてしまうとね、ここ何度も言うようですけど見せれないので口頭で、失礼します。まずショートカウンターはね3つ上げました。で、能力の方はシュート2上げました。でこれを2上げることで決定力が80になってます。80に乗っかってます。でドリブル4上げました。でこれでやることで、まあ、ドリブル能力が90に乗ってると。でボールキープが99まで上がると。で、クイックネスを4上げました。はい。であとはクイックネス4上げることでオフェンスセンスが70に乗っかったって感じですね。で脚力を3上げました。はい。ここは特にキック力か、脚力を上げることでキック力が90に乗っかりました。はい。全部でそんな感じですね。もう一度言うと、ショートカウンターに3、シュート2、ドリブル4、クイックネス4、脚力3上げました。はい。ピルロはこんな感じです。で、数試合使った感じですね。もう非常に強いと。はい。いう感じです。ただですね、これ、能力の振り方として僕はドリブルに4振りましたけども、まあ、これをディフェンスに振るのもありかなと思います。これをディフェンスに振ることによって、ボールダッシュが80に乗っかるということで、中盤の刈り取りっていうのも、もっとできるような選手に変えれるので、まあ、ピルロの使い方によって、例えばワンボランチで、まあ、守備的位置に置きたい人であれば、ディフェンス能力上げるのがありなのかなと、思います。はい。続きましてヤンコレル。はい。こちらヤンコレルがですね、あの絶望的なことが1個ありまして、ショートカウンター僕使ってて、まあ、ショートカウンター使ってる人多いと思うんですけど、ショートカウンターのチームスタイルの初期値が35でした。なので今一番右ね、ショートカウンター85まで上げてますけども、これショートカウンターに、まあ、5割り振った形になります。で4までは1ポイントしかタレントポイント使わないんですけど、5ポイント目、5振る目はタレントポイント2使いますので、合計でタレントポイント6ポイントチームスタイルに使うというね、もう非常にもったいない、選手になりました。はい。こんな感じ、能力自体はね、シュート4上げ、クイックネス3上げ、脚力3上げ、エアバト4上げです。このヤンコレルのこの育成の仕方に関してはもう完全に適当です。もうどこ振っても一緒でしょという形で振らせていただきました。すっごい細かく本当にやるのであれば、スピードをね70に乗っけるとか、キック力を90に乗っけるとか、もうエアバトに完全に割り振るとか、まあ本当そういういろんな形があるかとは思いますが、まあ使用感は背が高い、ヘディングで点取る、重い、もうどこに振ってもこれだろうなということで、軽くなることはこの選手ないなと思いまして、もうちょっと配信中に適当に割り振ってしまいました。はい。ヤンコレル、使用感はですね、めちゃ点取る、何これ。はい。7、8試合使いましたけども、何これ、ヤンコレルめちゃ点取るやんっていう感じです。はい。次回以降ね、次回の動画以降使用感、動画出しますので、ぜひそちらお楽しみにしていただければなと思います。そしてオーウェンなんですけども、まあ、オーウェンに関しては、まあ、正直、まあ、ムバッペとかそういう選手で十分いいです。あのこのオーウェンを使う理由が、まあ、正直見つからない。あ、今僕こういう方面でね、ちょっとやらせていただいて、ちょっとお恥ずかしい。まあ、例えばムバッペと比較するとこんな感じですね。まあ、これ僕フィーチャームバッペなんですけど、まあ、こんな感じですと。でじゃあ誰に似てるんだろうと昨日の配信中思ってて、使用感誰に似てるんだろうなって思って一人、いました。こちらですね、ジェズスと若干似てるなと。まあ、身長も同じぐらいだし、ラインブレーカーだし、で能力もまあまあまあ、ちょっとオーウェンの方が若干ドリブルに振ってて、でジェズスの方がまあ若干バランスがいいというか、まあそういう感じなのかなと。でまあオーウェンに関してはスピードも87あるという感じですね。でジェズスはボディコンがその分あったりとか、まあなんかちょっと似てる、一番似てるのジェズスだなっていう感じがしました、使用感としては。はい。なのでまあそんなね、
オーウェンは獲得必須の選手ではもうないかなっていう感じがしてます。でも別に弱いってわけじゃないです。はい、これはあのレジェンドをこの3人を追いかける必要があるかないかの話だけであって、オーウェンだけ残ってオーウェンをわざわざ引くために5000コイン使うとか、まあそういうのは別にしなくていいんじゃないかなっていうのが、僕の感想でございます。で、このオーウェンはまだレベマにしてませんので、この動画でレベマにしていきたいというところでございます。はい、これでレベルマックスにしまして、こちらタレントデザインしていきたいと思います。まずショートカウンターは3上げております。で、パラメーターの方を割り振っていきますけども、まずドリブル6上げている、クイックネスを5上げている、まあ、これは瞬発90乗っけたいなっていうところで上げました。で、脚力3上げている感じですね。まあ、脚力は4まで上げてもいいし、なんだもうスピードは90に乗っけるでいいかなっていうふうに、この能力見ると思うね。で、スタミナ引く、スタミナ77しかないんだ。はい、であと1ポイントあるので、これをどこに振るかですけども、まあ正直どこに振ってもなんかあんまりもう変わりないなっていう、まあシュートかパスですよね。あと1ポイント、あとエアバとか、シュートかな。まあフォワードの選手でシュート1、気持ち上げておきましょうということで、シュート1、ドリブル6、クイックネス5、脚力6、そしてチームスタイルの方に3振って、応援はフィニッシュと、させていただきます。はい、ということで、まあ、今日はこの3選手、まあ、どんな感じの選手かっていうのを解説、まあ、ガチャ解説ですね、ある意味。はい、レベマにしたのとともに今日は解説させていただきました。まあ、獲得した方がいいですかっていう質問がね、よく来るんですけども、これに関してはもう本当皆さん自分のお財布と相談、はい、そしてお金がある人は引けばいいし、お金がない人は引かない方がいいしっていうところなんですけど、まあ、そんなのそうだろうと、それは知ってるよヒューガと、それでも引くか引かないか教えてほしいんだっていうのであれば、ピルロ最強なので引いてください。はい。ピルロめちゃめちゃ強いです、これ、数値。はい。で、ヤンコレル、10試合は遊べます。はい。ただ、ガチスカで、e フットボールリーグで、ヤンコレルスタメンでっていう勇気がないです。応援はさっき言った通り、スタンダードの選手でいいです。別に。はい。ということで、ピルロ、これは欲しいなと思った人は、ぜひ課金して今回のガチャ挑んでみてください。次回以降はこの3選手の、使用感動画やっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。それではまた。